静岡県に土砂災害警戒情報が発表されました。地点についてです。浜松市南部、湖西市で土砂災害警戒情報が発表されました。また大雨警報発表されている地域あります。同じくこちらの地域です。ご覧いただいている地域となっています。浜松市南部、湖西市、静岡市南部、磐田市、森町、こちらに大雨警報発表されております。土砂災害警戒情報は大雨警報の発表後、命に危険を及ぼす土砂災害がいつ発生してもおかしくないとなった状況の時に対象となる地域に警戒を呼びかける情報です。土砂災害の危険度確認していきましょう。こちらです。静岡県、このように紫色、危険レベルとなっているところがあります。西部の地域中心です。ではアプリを使って確認していきます。ウェザーニュースのアプリです。こちら雨雲レーダー見ております。現在浜松市にピンを立てているんですが、このように豪レベルの雨が続きそうです。この後もしばらくの間は激しい雨が続いてしまう予想となっております。最新の気象情報はこのようにウェザーニュースのアプリからも確認することができます。安全な場所でお過ごしください。